1976年のエイセズ・アメージング・リズム、エイセズはアメリカ合衆国のカントリーロックバインド。1975年デビュー。バンドは自身の音楽をアメリカンミュージック、ルーツミュージックと呼んだ。1975年のデビューヒットサード、レートロマンスで知られる。30年間で18枚のアルバムを発表した。途中15年間解散していた。中サウンド。 悪学で風変わりな歌詞、リーダーであるラッセル・スミスの独特のボーカルに個性がある。1960年代後半はテネシー州ノックスビルのローカルバンドだった。元のバンド名はファットバック。創始メンバーはラッセル・スミス、ジェフ・スティック、デイビス、ブッチ・マクレイドだった。ノックスビルを1970年代初頭に去った。1972年。 サム・フィリップスのサンスタジオのエンジニア・バリー、バード・バートンのすすめで、テネシー州メンフィスで結成。ベースのジェフ・デイビスとドラムのブッチ・マクデイドが、ギター・ボーカルのラッセル・スミス、キーボードのビリー・イアハート3、リードギターのバートン、ピアノのジェームズ・フッカーを集め、独自のサウンドを作った。デビューアルバムスタックド・デックを1975年に発表。シングルサード・レート・ロマンスと、 アメイジング・グレースがヒットした。1976年、シングル・ザ・エンド・イズのトインサイトを2作目、トゥ・スタッフ・ド・ツー・ジャンプから切り、グラミー受賞。同年サード・レート・ロマンスがカナダで1位になった。最初の3枚のエンジニアと制作はバートンだった。バートンは1977年のアルバム・トゥ・キャン、ドゥ・イット・トゥの発表後に脱退。ダンカン・キャメロンに変わった。 1978年、4作目バーニング、ザ・ボール・ルーム・ダウンを発表し、翌年バンド名通りのアルバムを発表し、ジョーン・バイエズ、トレイシー・ネルソン、マッスル・ショールズ・ホーンが参加した。この2作は批評家に称賛されたが売れなかった。その後、アルバムハウ・ザ・ヘル・トゥ・ユース・ペルリズムを発表し解散。スミスは、ソングライターとして成功。イアハートは、ハンク・ウィリアムズ、ジュニアの、 バンドバーマバンドに参加。キャメロンはソーヤー・ブラウンという1980年代に売れたバンドに参加した。フッカーはナンシー・グリフィスと1987年に組み、バンドザ・ブルームーン・オーケストラのリーダーになった。ジェームズは2007年にツアーを辞めてアイルランドやスペインに住み、作曲やレコーディングをしている。ブッチ・マクデイドは、 アルバムアウトオブザブルーの発表後、長い闘病生活の後に1998年、亡くなった。バリー・バード・バートンは、プロデューサーとして成功し、セッションギタリストになった。2002年にソロアルバムバード・ブレインズを ADF レコーズから発表。2008年に亡くなった。1994年再結成。スミス、デイビス、マクデイド、イヤハート、 フッカーとギターマンドリーのダニーパークスでヒット曲のセリフカバーアルバムライドはゲーンを発表。新曲ばかりのアルバムアウトオブザブルーは1998年に発表。ジェフ・スティック・デイビスは2004年に脱退。2004年のアルバムナシン、バット・ザ・ブルーズの後2007年にアルバムミッドナイト、コミュニオンを発表。ジェームズ・フッカー、ありがとうございます。